東武500系電車は、東武鉄道の特急系車両。2017年、川崎重工業で製造され、日光線、鬼怒川線、伊勢崎線、野田線及び、八岸鉄道合図鬼怒川線、合図鉄道合図線への直通特急列車用として、第一陣の三両編成8本の計24両が、同年4月21日に営業運転を開始し、2020年に三両、 編成3本が増備された。特急系車両の新造は、頭部としては26年ぶりである。愛称は、リーバティであり、これは並結分割機能を活かした、多線区での運行を表す、バラエティと路線を縦横無尽に走り回る自由度の、高さを表す、リーバティに由来する造語である。なお、頭部は500系導入に先立つ2016年1月15日付で、 リーバティの名称を商標出願し、同年6月24日付で登録されている。2018年5月24日付で、鉄道友の会のローレル賞を受賞した。頭部の車両が同賞を受賞したのは、これが初めてのことである。車体はアルミ合金製のダブルスキン構造を採用して、軽量化が図られており、床面高さを100系より6 0ト、mm、ル低くして、 ホームとの段差解消に努めている。本系列の全体の設計コンセプトとして様々な運行形態で運用可能な速達性と快適性を持った特急列車として前面を貫通型として分割・併合を行えるようにしている。特急車両であることを印象させるスピード感を表現するため先頭車形状を前面にプラグドア式の 貫通扉を装備した前面部から屋根部まで続く傾斜がある流線形状とし走行時での風圧抵抗を抑制しており貫通扉の上部と下部両側には LED の全消灯を配置している。また戦闘車の先頭部は構造設計において衝突シミュレーションを使用して算出した必要とされる構えたい強度に基に製造されており 衝突安全性の向上が図られている。デザインは形状を東京スカイツリーに代表される先進性と豊かな自然や時の流れの欧らかさを持つ格式を持つものとし、車体外半年色はシャンパンベージュをベースに側面の客室窓周りにフォレストグリーンと東部グループのロゴカラーであるフューチャーブルーを配置している。デザインの監修は 奥山清之が代表を務める県奥山デザインが担当している。内装は東京スカイツリーをイメージさせる白を基調とし、雄大な大地や樹木をイメージさせる木見町を随所に配置しており、天井部は隅田川や木の川などをイメージした波型のデザインとなっている。また、窓と窓の間の柱や座面に江戸古門のデザインを取り入れている。 また、座席の色を、江戸の伝統色である、江戸紫とし座席の袖の一部に、伝統工芸の因電をモチーフとした柄を配置して、背面テーブル、腰掛けテーブルコンセントを備えており、窓間の柱部には、江戸古門で縁起物とされているトンボをモチーフとしたデザインとすることで、沿線の魅力を紡ぐをコンセプトとしている。客室照明は、 LED 灯を使用した間接照明としており、色温度は落ち着いた暖かみを感じる色調の3500系として、天井形状に沿って配置することにより、天井部での小ム村を解消している。空調装置は、屋根上に4万キロカロリー、H の集中系の冷房装置を搭載しており、各座席の風量が均一になるように、 長手方向に伸びる主ダクトから、各座席に分岐させる構造とし、窓上部手前に、風量調整用のスリットを設けているほか、各社に6から7台の空気洗浄装置を、搭載している。全車両とも座席は横にプラス2列の4アブレストの、普通車で、変身回転式、リクライニングシートで背ずりを倒すと、座面の後ろ側が沈み込む、チルト機構を装備している。 座席の前後間隔は 1000mm である。各座席には、肘掛け部に AC100V コンセントのほか、ドリンクホルダー、網ポケットを設置した。トイレ、洗面所は2号車に設置されており、洋式、男性用指車椅子や、オストメートに対応した多機能トイレがある。その他、LED 照明の導入などによる、省電力化や、 客室の妻面の妻扉上部にフルカラー O 型の車内案内表示器を備えている。各車両に Wi-Fi ルーターを設置し、公衆無線 LAN サービスを提供している。車内放送は分割を考慮して、各編成ごとに放送ができるようになっている。自動放送のアナウンスは、搭乗船 TJ ライナーと同様に、久野智美が担当している。 2017年4月28日に発表された東部グループ中期経営計画2017から2020で500系のゾービーが公表され、2020年度の鉄道事業設備投資計画での公表通りに、2020年度中にゾービー編成である509回から511回の3編成が公衆輸送された。なお、これらの3編成に関しては荷物置き場の新設や、 温水洗浄便座の機種変更など軽微な変化が見られる。下今市駅において、並結を行う500系、戦闘車全面下部の LED 全消灯の外側に、ある LED の注意換気灯を点滅させている。浅草方からも500から1系さ500の2系、もは500から3型の3両編成で構成されており、並結・分割機能を活かした。 他線区での広範囲での路線を走行するため、安定運行の確保、快適性の提供、環境負荷の低減の3つを考慮しており、安定運行の確保においては、静止型補助電源装置、自動列車停止装置、車両情報制御装置は、主要部分において、並列二重系、または待機二重系と下に系統とし、不具合発生時には、並列稼働、または待機している。 もう1系統を使用して機能を維持しているほか、VVVF インバータ制御装置、電動空気圧縮機を2台搭載し、運転台にある液晶モニターは2台設置して、両者とも通常から2台稼働としており、不具合発生時には残りの1台を稼働させることで、一部の機能は低下するものの、運行継続可能としたバックアップ二重系としている。 モハ500から1型とモハ500から3型には半導体素子にイベットを使用した2レベル方式電圧系の VVVF インバータ制御装置と主電動機を搭載している。制御装置は全平式永久磁石同期電動機に対応するため、一つの制御装置で一つの電動機を制御する 1C1M 方式を4群搭載した主電動機個別制御としており、 落ち葉などが、車輪の踏み面と、レールとの間に入り込み、粘着率が低下することによる、空転時においては、空転していない、電動機を駆動させることで、粘着率の向上が可能となっている。他にも、低速制御、空気ブレーキによる補足によるそもそも即運転、時速 20km 一過時において、時速 20km まで加速後に、低速運転を行う。 低低速制御の機能があり、一つの制御装置に不具合が発生した場合には、もう一つの制御装置の出力を上げて、運行継続可能とし、浅草東部日光館での基本運用時においての運転時分の遅れがないようにした、前日のバックアップに重計としている。制御装置及び、主電動機は東芝が製造している。サハ500の2型には、 半導体素子にハイブリッドシックを使用した、イベット三レベル方式の容量百八十五区場の、静止系インバータとオイルレスタイプのスクロール式の、都質量千三百六十ミニッツの電動空気圧縮機をそれぞれ搭載している。静止系インバータは、交流四四百十ボルト百ボルト直流百 100V28V を出力しており、構成している部品の入力側の高速度遮断機と、 フィルタリアクトル、出力側の変圧器と整流装置は各一機としているが、電源装置はパワーユニットと制御ユニットを組み合わせたものを二機搭載して常に一機が稼働状態となっており、一機が故障の場合には待機している、もう一機が稼働する待機二重系としているている電動空気圧縮機は圧縮、除湿、制御、アフタークーラー。 防塵パネル等をコンパクトにパッケージした空気源ユニットを2機搭載しており、常に2機が稼働状態とし、1機が故障した場合には、もう1機で運転が継続できるようバックアップに重計としている。蓄電池は、サハ500の2に直流 100V-100R、15V-30R、15V-6R 15の3つが搭載されており、15V-30R は、 列車無線非常通話用15、15V-6R は、列車無線非常防護発砲用としている。台車は、軸箱指示装置がモノリンク式の溶断波装備のボルスタレス台車であり、電動台車が SS182M 型で、付随台車が SS182T 型である。基礎ブレーキ装置は踏み面ら片押し式のユニットブレーキを搭載しており、 もは500から1系の第1軸ともは500から3型の第4軸には増粘着装置を装備している。また、さらなる乗り心地向上を目的のため、全台車に東武鉄道としては初の採用となるフルアクティブ式の車体動揺防止制御装置を採用している。これは、2つの加速度センサー、電磁弁、 アクチュエータと一つの制御機で構成されており、電磁弁は同様防止電磁弁箱に収容されている。作動の方式としては、加速度センサーが走行時での車体振動を検知して、それをもとに制御機で車体の揺れを抑える力に、計算した後に、その力を電流により配線を介して、アクチュエータに指令を送り、アクチュエータが MR から分岐する空気管に設置された。 補助空気タンクと電磁弁を介して送られる電動空気圧縮機で作られた圧縮空気を動力源として車体の揺れを減衰させる方向に作動させて振動を抑制している。ブレーキは回生ブレーキ併用電気指令式空気ブレーキ方式としブレーキ制御装置を各社に1台搭載しており運転台からのブレーキ指令を車両情報制御装置を介して 情報伝送を行う方式としており、ブレーキ力を編成内の各社のブレーキ制御装置で共有して分担する編成制御としている。また、ブレーキ制御装置には、電動空気圧縮機の起動、または停止を制御する超圧器を設置しており、車両情報制御装置を介して起動、または停止の信号を送るため、従来の車両にあった、 超圧動機信号線の引き通し線をなくしている。また、車両情報制御装置は、運転台からの立行、ブレーキ指令などの運転指令制御のほか、各車両に搭載された機器の制御、モニタリングや、故障記録、車上検査などの機能、運転台に設置された液晶モニターのメーター画面の表示も行う。主管制御機は、左手操作のワンハンドル式であり、 ノッチの刻みは上から抜け取り、非常ブレーキ、常用ブレーキ7ノッチ、そもそも速、緩め、立行4ノッチの順となっている。運転室は、閉結時に編成管を通り抜けられるように、運転室側が石灰庫と仕切り引き戸、車掌側押し石灰庫と仕切り寄り戸で構成された、仕切り扉で仕切られる中央貫通構造としている。この構造は、 右側の視界において制約があるが、全面のガラスエリアや、運転台機器配置の検討時において、走行線区の路線データを元に制作した VR を活用しており、運転時においての前方視界や、信号確認に支障がないことを検証している。車両の連結解放時には、運転台にある連結操作スイッチを操作することで、 連結締め切り装置が作動して、電気配線と空気配管の連結解放を行うとともに、解放時には電気連結器を装備した連結器の解放シリンダに圧力空気を送り込んで連結器の解放を行い、運転室内の操作部にある閉結・分割スイッチを操作することで、制御部が動作の CE 検出制御を行いながら、エアーシリンダーの駆動により、 エアーシリンダー本体に装備された近接スイッチと、気候に組み込んだリミットスイッチで扉とホロボックスの位置検知をしながら、自動で、戦闘車前面にある貫通扉の開閉と、運転室内に装備されたホロボックスの展開、格納を行うが、ホロボックス同士をつなぐ連結ホロと当たり板の連結、解放は、手動で行う。また、ホームからの戦闘車同士の連結部分での転落を、 防止するため、客室扉の開閉時には、出入り口ではないことをアナウンスするほか、停車時では、下部の LED 全消灯の外側にある LED の注意換気灯を点滅させる。運転法案装置は、従来の編集式の ATS の他に、トランスポンダ式の TSPATS にも対応しており、もは500から1型には ATS 装置、もは500から3型には ATS、 tp 送受信装置をそれぞれ搭載している。また、ATS 機能の他に、運転席のメータ画面の速度表示や途平保安の走行検知に列車速度を出力する列車速度出力機能、トランスポンダ式の地上紙によるチェックインチェックアウト式のホーム検知機能を備えている。野岸鉄道及び合図鉄道への乗り入れ時においては、使用電力ピークを下げる機能を備えている。 リバティアイズ運用中の500系、東部日光線、絹川線系統の特急、リバティケゴン、リバティキヌ、野岸鉄道アイズ絹川線、アイズ鉄道アイズ線への直通特急である、リバティアイズ、伊勢崎線系統の、リバティ両毛、野田線系統の、アーバンパークライナー、および浅草カスカベ間の、近距離特急である、スカイツリーライナーに使用されている。 なお、2018年6月1日からは、お税谷行に、同年12月28日からは、スノーパルにも使用されている。一方、日光線栗橋駅から、東日本旅客鉄道東北本線に乗り入れて、新宿駅東部日光駅、絹川温泉駅を結ぶ直通特急、絹川、日光には使用されていない。営業運転開始前の試運転としては、 2017年2月4日に野田線の運河駅船橋駅間に入線し、統計式運行開始1周年記念ツアーとして2018年5月26日に船橋東部日光間を臨時運行した。編成表は以下の通りである。ありがとうございます。